俳優、タレントとして活躍する鈴木福さん、芦田愛菜ちゃんと歌った〇〇モリモリ〇〇モリモリのイメージが強いですが、もう立派な大人になっています。この記事では鈴木福さんが進学した大学、高校、中学校、小学校などの学歴と出身校の偏差値、学生時代のエピソードをご紹介します。目次、鈴木福の出身大学、慶応義塾大学環境情報学部、鈴木福の大学時代、鈴木福の出身高校、堀越高等学校、鈴木福の高校時代、鈴木福の出身中学校、杉並区立高井戸中学校、鈴木福の中学時代、鈴木福の出身小学校、杉並区立高井戸東小学校、鈴木福の小学校時代、まとめ、鈴木福のプロフィール、鈴木福の出身大学、鈴木福さんが進学する大学は公開されていません。ただ、一部の報道によると、慶応入試で慶応義塾大学環境情報学部に合格したとのこと。鈴木福さんは2023年4月に大学へ入学し、2027年3月の卒業する予定です。慶応義塾大学環境情報学部、学校名慶応義塾大学、学科、コース環境情報学部、偏差値70。所在地郵便番号 252-0882 神奈川県藤沢市遠藤号322。最寄り駅湘南台駅、小田急江ノ島線、辻堂駅、JR 東海道線。著名な卒業生水島博、菊池風磨、トリンドル玲奈ほか。鈴木福の大学時代、2023年3月に高校を卒業し、慶応義塾大学へ進学した鈴木福さん。鈴木福さんは2022年11月に慶応入試で合格し、環境情報学部への進学が有力視されています。慶応義塾大学環境情報学部の慶応入試は面接と書類選考で評価されるため、一般受験よりも楽に入学できますが、倍率が高いため、鈴木さんは対策をしっかりと言っていたようです。鈴木福さんは高校時代から大学進学を希望し、新しいことを学びながら多くの友達を作りたいと話しています。ちなみに、〇〇モリモリで共演経験のある芦田愛菜さんも慶応義塾大学の同級生となります。学部、キャンパスが違うため、芦田愛菜さんと鈴木福さんがクラスメートになる可能性はありませんが、二人のの大学生活に注目が集まりそうですね。芦田愛菜の学歴。出身高校、慶応義塾大学女子高校は偏差値77。大学は鈴木福と同級生。偏差値77の高校に通う芦田愛菜さん。この記事では芦田愛菜さんの学歴、大学、高校、中学校、小学校、と出身校の偏差値、生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介します。トレンドヌーズ .東京、鈴木福の出身高校。鈴木福さんの出身高校は堀越高等学校です。堀越高等学校は偏差値38の学校です。鈴木福さんは2020年4月に高校へ入学し、2023年3月の卒業です。堀越高等学校、学校名堀越高等学校、学科、コーストレートコース、偏差値38、所在地郵便番号 164-0011 東京都中野区中央 2-56-2、最寄り駅中野坂上駅、東京メトロ丸の内線、著名な卒業生浜辺美奈美、井上瑞稀、橋本涼ほか。鈴木福の高校時代、進学した高校は公開していない鈴木福さん。朝日新聞のインタビューで、高校に通いながらどれだけ芸能活動を続けられるかを重視して考えたら、自然と決まりました。引用、朝日新聞デジタル、と話していることより芸能人御用達の高校へ進学していると考えられていました。さらに、SNS での目撃情報より鈴木福さんの出身高校は堀越高校であることが有力視されています。高校になった当時は22時まで仕事ができることが楽しみだとだと語っていた。学校では友達も多く、高校生活を満喫していたようです。ちなみに高校でのニックネームは、シャンマン。
高校では、福ちゃんマンと呼ばれるようになり、そのうち、福が省略されるようになり、ちゃんマンとなったそうです。2021年3月には NHK ラジオで、中高生の基礎英語 in English に出演した鈴木福さん。番組を担当するときには、ちゃんと中学のときに英語を勉強すればよかった、と思ったそうです。鈴木福の出身中学校。鈴木福さんの出身高校は杉並区立高井戸中学校です。鈴木福さんは2017年4月に中学校へ入学し、2020年3月の卒業です。杉並区立高井戸中学校、丸、学校名杉並区立高井戸中学校、所在地郵便番号 168-0072 東京都杉並区高井戸東 1-28-1。最寄り駅浜田山駅、京王井の頭線、著名な卒業生横山健、ミュージシャン、他。鈴木福の中学時代、小学校卒業後は地元の公立中学校へ進学した鈴木福さん。鈴木福さんが私立ではなく、地元の公立中学校へ進学した理由は、小学校時代の友人と一緒に過ごすため、でした。中学校へ入学する前から人気者だった鈴木福さん。中学校へ入学すると、上級生からすぐにニックネームを付けられたそうです。そのニックネームは、フォーチューン、福を英語にすると、フォーチュンであることからフォーチュンと呼ばれるようになったそうです。小学生の頃から野球少年だった鈴木福さん。進学した高井戸中学校には野球部は廃部していたそうですが、鈴木福さんが中心となり野球部を復活させたそうです。野球部には23名の部員が集まったそうです。ちなみに鈴木福さんのポジションはピッチャーで背番号は11番、ということは2番手のピッチャーだったようですね。また、中学時代は芸能活動と野球部での活動で大忙しだった鈴木福さん。そのため学業はちょっと苦手だったようです。中間テストや期末試験はいつも一夜漬けで乗り切っていたそうですよ。鈴木福の出身小学校。鈴木福さんの出身高校は杉並区立高井戸東小学校です。鈴木福さんは2011年4月に中学校へ入学し、2017年3月の卒業です。杉並区立高井戸東小学校。丸、学校名杉並区立高井戸東小学校、所在地郵便番号 168-0072 杉並区高井戸東 1-12-1。最寄り駅高井戸駅、京王井の頭線、著名な卒業生、鈴木福の小学校時代、2006年1歳の時に芸能界入りしている鈴木福さん。小学校に入学した2011年4月には芦田愛菜さんとユニットを組んでリリースした〇〇もりもりで大ブレイク。2011年の年末には紅白歌合戦にも出場しています。お父さんの影響で、小学生になった頃はサッカー少年だった鈴木福さん。小学校4年生の時に出演したドラマ、頑張れ。ホワイトピーチーズがきっかけで大の野球好き転身しています。また、4歳の頃から仮面ライダーになりたかったという鈴木福さん。今でも仮面ライダーの主役を演じることを目指しているそうです。まとめ、この記事では鈴木福さんの学歴、大学、高校、中学校、小学校と出身校の偏差値、生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介しました。立派な大人になり、俳優、タレントとしてで活躍する鈴木福さん。鈴木福さんの今後ますますの活躍を期待しています。鈴木福のプロフィール、本名鈴木福、鈴木福、生年月日2004年6月17日。出身地東京都、身長169センチメートル、血液型 B 型、所属事務所テアトルエンターテインメント。